今日は世界で何食べよう。どうも、チャオです。バンラクタイ、タイの山奥に隠れた魅力あふれる村。中心には美しい湖が広がり、人々を魅了。そして茶畑の斜面には予約1年待ちの人気ホテル、リーワインラクタイ。それでは思いっきり冒険ブログスタート。旅の資金残り912万円。無事バンラクタイのリーワンホテル到着。This is my passport. So, where is my hotel? My room. My room. Where is my room? And VIP number 2. Oh, number 2. Yeah. This. Okay. Thank you very much. Okay. 日本にいる時からここ予約してて、どうしてもここ来たかったがゆえにタイとマレーシアこんだけ長く滞在したっていうところもあるから、めっちゃ楽しみにしてたところ。うお、すげえわ。うわぁ、結構な坂の上にあるけど、めちゃくちゃ雰囲気あるわ。お茶畑の中にあるリゾート施設。ふぅ、到着したみたい。ここかな？うわ、うん、下りしんどい。一番上まで来た。一番上がすげえ。うわ、景色絶景。あっち水見えるかな？おお。今日泊まる宿か。今日泊まる宿、到着。めっちゃ綺麗。いや、久々にリゾートホテル来たって感じ。この、でかさ。めっちゃよく寝れそう。そして、久々のバスタブあるよ。バスタブ、バスタブ、バスタブ。いやー、こっから見ながら、お風呂入れるの最高だな。アメニティはシャワーキャップ、コットン。そして歯ブラシもあるね。ベッドは白色で落ち着いた茶色で清潔感がある。めちゃくちゃ広々としたワンルーム。この玉手箱の中には、コーヒーとかお茶のアメニティ。そして何よりこれ嬉しいんだよね。意外と旅しててビール開けられない時あるからこれで栓抜きあるとめっちゃ嬉しい。Wi-Fi の速度は結構爆速。ドローンを飛ばしている間、バンラクタイについて説明しちゃいます。バンラクタイの成り立ちは意外と悲しいもので、中国の内政で雲南省から逃げてきた人が作った村です。村の真ん中には湖があり、それを取り囲むように中国様式の建物が建てられています。その中でも一番人気で予約困難なのが今泊まっているリーワンラクタイリゾート。茶畑の中にビラが建っており、周辺では最も人気で最も値段が高い高級リゾートとなっています。茶畑にあるって感じするよね、本当に。まあ、実際茶畑なんだけどさ。ホテルでゆっくりしてたけどお腹すいた。昼飯探そう。中国の雲南省から逃げてきた人が作った村っていうこともあって、かなり中国色が強い。もうこんな感じでもう完全中華だよね、この通りとか。今爆竹が至るところになってるけど、それも多分旧正月祝ってんだろうな。ボートの値段いくらなのかな、ちょっと調査してこよう。チュマラマニン7:40. Oh. So, is it a good time?What time is the best time? It's about 7:40 or so nice. さっきのめちゃくちゃ魅力的なカフェで船予約しようとしたら7時は満タンって言われたから7時40分って言われてちょっと微妙だなと思って、隣のカフェはどうかな。多いんじゃない、さっきも後ろだったよ。あ、OK。 さっきもそう言われてる。7時。あ、OK。7 o'clock tomorrow. うん。ボートのチケットゲット。350バーツだからだいたい2000いかないぐらいか。いや、じゃあ1500円ぐらいか。1500円ぐらいで乗れるみたい。Which do you like? You want the sour or you want the sweet? Sweet? Yeah, sweet. Sweet local fruit here from here. Try it. Make the sweet and sour.Sweet. Sweet and sour. Thank you.
good. Oh, good, good. It make you fresh. Fresh, fresh. 店内はおしゃれな感じで、ポップコーンを今購入中なんだけど、可愛いお店多いな。嘘、多くはない。可愛い店もあるって感じかな、ちょこちょこ。いやー、やっぱ綺麗だわ。僕たちが予約できた理由分かった。今なんか中国の旧正月だから予約できたみたい。本当だったらもう本当1年ぐらい予約できないみたい。ラッキーっちゃラッキーだけど、下の店がやってないんじゃ。OK。It's OK, sorry. 到着。ああやって、写真撮るの流行ってるみたい。流行ってるというか、ここのサービスとして売ってるみたい。やっぱ夕方になると結構寒い。にしてもこっからの景色綺麗だな。茶を摘み出して、ここ茶を摘むこともできるんだ、リアルに。ちょっとやってみたくない？うん。やってみたい。積んでんじゃん。まあ、積んでる写真だね。写真だわ。まあ、でもいいじゃんね。え、俺貸し出してるってこと？うん。だんだん人来たね。止まってくるし、ね、めっちゃ増えてきた。そう、泊まんない人も入れるから実際泊まるかどうかわかんないけど、まあここが一番見どころというかさ、やっぱ綺麗だもんね。リーマンホテルは夕食会場が下にあるみたいだから、ここで食べてこようと思います。多分ここで合ってると思う。うわ、完全チャイニーズ感ある。店内はめちゃくちゃ広いし賑わってる。ほとんど中国の方なんじゃないかな。中国語バンバン聞こえる。おぉ、いろいろ来たね。え、なになに、うわ、ご飯を、ご飯を、嘘だろ、この量は。おぉ、まあ全部、だから今日食って明日はそんな食わなきゃいいのよ。おぉ、え、すごい。これなに、ポークの、結構ガッツリだね、これも。グレッタリで食べる。ああ、でもこれショートだからいいよ。じゃこれいっちゃう、ジャスミン茶。ジャスミン茶。なんか、オッケー、おー、センキュー。めっちゃでけえ。スープ。じゃあ、ジャスミン茶で乾杯。これなんか、コーラってなってて、ここを開けると、水がボボボって出てくる。うわ。乾杯。バンラクタイ。うまいな。なんか、優しいジャスミン茶。甘さ控えめ。あー、うまっ。めちゃくちゃ豪華な中華いただきます。すみれ、なんかプリプリしてるね。でも結構ハーブ、このスープ激うま。中華ってやっぱうめんだなって感じるよね。このポークトロットロで、こうやってほぐして食べるみたい。おお、うまそうだな。めっちゃ熱い。この鉄板のやつ熱い。この豚肉うまそう。うん、まやばい。ポロッポロ。このトロットロの豚肉マジで過去一うまいわ。うますぎだろ。味はあっさりした角煮だよね。あっさりしてる、結構思ってる濃いとかじゃなくて、あっさりした角煮でどんどん食べれちゃう。おそらく食べ方としては、この豚肉をこのパン、まあ味は肉まんの皮なんだけど、これと一緒に食う感じが多分正解かな。うまっ。トマトと豚肉と葉っぱが入ったサラダ。醤油ベースであっさりしてて酸味があってまたうまい。この豚肉と生姜もめっちゃうまいわ。ここ全部マジでうまい。このご飯なんかチャイニーズなのかな。タイ米と違ってもちもちしてるから、これがまたね、久々の感覚だよね。タイに1ヶ月いるともちもちした米がうまい。この4人前のコースを頼んで全く後悔はしていないけど、おーい、めっちゃお腹いっぱいになってきた。ダメだ、もう無理。頑張って食ったけどもう食えない。
やっぱ3、4人前さすがにしんどいな。めっちゃマジで一番タイでうまいけどマジでしんどい。3、4人はちょっときつい。ごちそうさまかな。もう無理かな。本当にすいません。こんなにうまかったのに食い切れなかった。ごちそうさまです。わかんないけど、ここのバンラクタイの唯一の繁華街なんじゃないかな。ここ以外ほとんど光ないもん。でもなんか夜見るとめちゃくちゃ街活気づいてるように見えるけど、ほんとここ一部なんだよね。ご飯も食べ終わったということで、今からちょっとドローン飛ばしてきます。ドローンこの景色で撮ったら絶対綺麗でしょ。またまたドローン飛ばしてる間に解説しちゃいます。バンラクタイはミャンマー国境沿いに位置しており、歩いて10分でミャンマーに入れちゃう場所にあります。実は次の動画で間違ってミャンマー入っちゃいました。標高はバンラクタイ自体が1776メートルあることもあり、タイの中では避暑地としても人気です。朝と夜はかなり冷え込むこともあり、ダウンとかあとはヒートテックとか必須です。にしてもドローンって飛ばしてるとき面白い。めちゃくちゃ景色いいからどんどん飛ばしていこうと思います。これからも。ホテル到着。こっからは今日久しぶりに湯船あるから足伸ばして湯で温まろうと思います。ほんと綺麗なんだけど、めちゃくちゃ階段急なんだよな。疲れてくる。いや綺麗。今日も一日お疲れ様です。ただいま。見てよ、ガチアーブロじゃん。初めて入る。旧正月ということで花火上がってるよ。うわ、すごい。